ストさんで早速紹介させてもらいましょう。スターズさんです。よろしくお願いします。やばーい。こんにちは。こんにちは。ちょっとまず一人ずつ自己紹介からお願いします。はい、ダンス&ボーカルグループスターズのボーカルをしてます清水久美子です。よろしくお願いします。そしてはい、スターズのダンスパフォーマーをやってますナナミです。よろしくお願いします。お願いします。そしてはい、同じくパフォーマーのイナモです。よろしくお願いします。お願いします。そしてはい、パフォーマーのマイマイです。よろしくお願いします。お願いします。ぽいぽい、マイマイぽい。そしてパフォーマーのみちるです。よろしくお願いします。5人グループで、いや本当はあのあボーカルは1人でダンサーはもっといるんですけれども、今日はいっぱい、はい、いっぱいいるんですか。いっぱい10人ぐらいいるんです。うわ、そうなんですか。でライブによっていろいろダンサーが変わっていくっていう、はい、あ、そうなんですか。普段はどこで活動してるんですか。今は関西を拠点に活動してるんですけれども。関西を拠点に活動してるんですか、はい、あ、先にちょっと説明させてもらいます、はい、この僕が更新してるのはなんかちょっと気になってくると思うんですけど、はい、これは僕がワクワクしすぎて更新が止まらないだけなのであまり気にしないでください。で途中でもしワクワクすることがあったら全然手振ってもらって、あ、ワクワクしてるんですか。こういう感じ、ワクワク伝染して、ワクワク伝染して、伝染して、伝染して、やばい。大阪中心にやってるんですね。はい、関西、関西ですね。結構、関西、はい、あ、そうなんですね。いろんな大きなイベント、うん、その地域とかのイベントのゲストアーティストとかで呼んでいただいたりとか、そうなんですか、してます。いつから活動してあるんですか。去年の10月とかで、ライブ活動をし始めたのは今年に入ってからですね。はい。はい。ということは、その前は何してあったんですか。みんなそれぞれダンスとか歌とか音楽をずっとやってたんですけど、ほうほう、スターズとしての活動が、はい、10月結成してまだニューです、はい、あ、そうなんですか。あ、むちゃくちゃ新人アーティストじゃないですか。そうです、頑張ります。頑張れね、頑張ってください。ちょっと年齢僕先からワクワクしてる。やばい。年齢先からちょっとめっちゃ気になってるんですけど、皆さんは知ってるんですか、スターズファンの皆さんは。年齢はあんまり言ってない。今日は特別言っちゃいますか。言っちゃいますか。大丈夫なの、本当に本当に知りたい人、あ、ちょっと知りたい人。知りたい人はにゃーん、にゃーん、にゃーん。すみません、恥ずかしい。お兄さんがノリ良すぎて。ほんなら、年齢は、私が一番この中では最年長で22です。22、若っ。最年長、おい、私20歳です。20歳、おい、おい、おい、20歳です。20歳、21歳、21歳、21歳。僕は20歳と21と22歳。僕はピエロだから年齢とかないんだよ。うん、分かる。うん、そう、僕平気で人の聞いて自分言わない。全然平気、なんとも思わないから。でね、さっき、あ、上でワクワクしてきた。やばいじゃん、だいぶワクワクしてるじゃん。ワクワクの向こう側だね。うん、でね、今日はアーティストのトーク呪術つなぎっていうのをやってまして、さっきは、平翼さんがアーティストでゲストで来てくれたんですけど、ま、毎回質問してます、はい、次のアーティストさんへの質問がありまして、はい、喧嘩をしてしまった時どうやって仲直りしてますか。はい、っていうことなんですけど、喧嘩しますか。まだね、浅いっていうのもあって、うん、喧嘩はしないですね。 あとは結構グループ自体を、うん、振り付けとかも全部私がやってるので、そうなんですか、はい、結構そんななんかバチバチになることとか全くないです。むしろ、譲り合う精神が、あ、まだ思いやりがいっぱいあるんですね、はい、思いやりが、まだって言いましたけど、これからあるとこじゃないんですけど。思いやりがたくさんあるんです、はい、あ、素敵。
喧嘩またほんますか。はい、ほんまに、うん、これあの宣伝として言ってるとかちゃいますか。ちゃいますよ、うん、あ、そうなんや、あ、仲良しで、うん、でこの質問が悪かったですわね。だから未来系の話になっちゃいますよね。うまいですね。喧嘩したらどうやって仲直りするかを今決める話とかになっちゃいますね。うまい、さすが振付師。なんでですか。すいません、関係ないやんけ。ありがとうございます。俺ガンガン対応してもらって、はい、喧嘩、じゃあ友達と喧嘩した喧嘩とかあるじゃないですか。いや、どうやって仲直りするやろう。むずいっすよね。年取れば取るほど仲直りするって難しかったりするからね。けど時間経ってまた会おうみたいになったりもありますけどね。あの時こうやったねみたいな話したりね。ぐち、喧嘩する。あ、喧嘩しないですね、あんまり。思いますか。なんでやろ。思いやりがあるんですか。ちょっとむっちゃ怖がられてるか、どっちがですか。そうですね、まあ前者である自信はありますけどね。みんな喧嘩せえへんの。そうなんですか。ほんま。でもね、結構見た目いかついんですけど心は優しいんですよ、うん、あ、そうなんですか。心優しいの。ガラスのハートなんで。ガラスのハート。つきやすい。優しい。人のこと考えて動いてるんで。あ、そうなんですか。お優しさで溢れてるんですね。素晴らしい。溢れてます。はい、でね、今日はトーク秋フェスということで、ここにトランプに秋フェスと書かれた、あ、す、あれ、秋スエフェ。もうぐちゃぐちゃ。と書かれたカードがあるんですけども、うん、これを1枚引いてもらいます。ね、引いてもらった言葉、数やったら数を頭文字にして、どんな単語やどんなトークテーマでもいいんです。好きとか好きなものとかスポーツとか、もう何でもいいんですけども、それでちょっとトークの話題を今からトークテーマをみんなに考えてもらいます。じゃあ、はい、これを引いてもらいましょう。はい、どれがいいですか。1枚まず引いてください。真ん中いく。真ん中で。はい、真ん中ちゃん。マイマイ。マイマイくん、本当にそれでいいのかな。はい、いいですか。はい、みんなで言いましょうか。せーの、すー。はい、すーのなんか。すーのなんか。なんか出てきますか。出てくる、難しいですよ、これ。すーって吹いたぐと。今日すー出たなんかあるかね。今日すー出ましたっけ。好きなもの。好きなものね。すー、みんななんか、なんかある5人おったら強いもん、これ。うん、何がいいかな。あ、俺普通に1個聞いていいですか。うん、スポーツ何、あ、これ書いてから出すやつだ。何、うまい。書きながら喋っちゃった。はい、スポーツ何してましたか。はい、か、まあ現在形でもいいんですけども、ダンス以外で、なんか私結構してました。何ですか。まず小学生の時に水泳を習ってて、それで結構体力ついたんですけど、はいはい、もう選手コースだったんですよ。おー、そうなんですね。だから全部できるんですけど、バタフライもできるんですけど、肩幅だけは増えなかったです。あ、けどそれ今となれば良かったんちゃいますの。そうですかね、結構でも肩は凝ります。けどあ、ワクワクしてる。ワクワク、素晴らしいやつだ。その振りのために。その振りのためにけどむっちゃ鍛えすぎてたらドーンってなったら、ね、アイドルさん的には女性シンガーとかはあんま、で服とかは選ぶかもしれないですけど、あ、はいはい、もうちょっとあってもいいんじゃないかなとは思ってます。思いますか、うん、そうなんですか。結構な出方なんですけど、あんま気にならないですか。全然気にならないです。安室ちゃんか思いました。アウねえ、何が出てきます。好きなもの。僕はてかスポーツやってて、めっちゃ無視してるやん。好きなもの考えて。幼稚園の時に体操を習ってて、うん、あ、ダイソーですね。もうすぐやめたんですけど、うん、そっからテニスに。テニス、イエーイ、うえーテニス、うえーえ、いつの間ですか。いつの間テニスは。小1から小6までです。あ、もう小学校でやったんですか。はい、うわ、どっかのスクール通って。あ、そうです。うえーあ、僕テニス好きなんですよ。あ、そうです。何やってました。バレーボールです。あ、バレーボールね、うえーい。嘘、バレーボールやってない。あ、そうなんですね。中高、小学校から高
から高校あ、めっちゃやってたんですね。あ、すごいな。やってました。ダンスやってないです。ダンスはずっとやってたんですね。ダンスはやってました。あ、そうなんです。なんか出てきましたっす。もう考えるのやめてたやん。筆置いてたの。で、何かありますか。素手でくる人います。なんかあるかな。ちなみに私は陸上部でした、うん、あ、走ってあったんですか。陸上の何ですか。走りと円盤投げと砲丸投げしてました。あ、もうなんかむっちゃ体鍛えてた感じですか。いや、でもそんななんですけど、うん、そう。あ、好きな食べ物とか。あ、好きな食べ物、私は口が小学生レベルなんで、うん、基本的になんかハンバーグとかオムライスとかそういうお子ちゃまが好きそうなのが好きです。じゃあもうあのびっくりドンキーとか大好きです。大好きですね。カレー、チーズカレーのハンバーグですね。そうですね。チーズカリーバーグディッシュ。そうですね。でカレー大好きです。わかります。もうカレーめっちゃ好きやわ。上等カレー食べたことあります。ないです。最近行って僕ずっと行かずやったんですけどね、めちゃくちゃうまいんですよ。え、上等カレー家の近くにあります。あります。ちょ、一回行ってみてください。むちゃくちゃうまいんですよ。上等カレー行ったことあります。むちゃくちゃうまいんですよ。上等カレーあのカツカレーがあるんですけど、あの卵乗っけてもらってむちゃくちゃうまいんですよ。え、美味しそう。一回でキャラ忘れてます。うまい。やばい。僕ちゃん忘れてたことじゃないよ。カレーに熱くなりすぎたんだよ。これ素晴らしい。リーダーですか、やっぱり。はい、あ、リーダーしっかりしてるわ。はい、数の台どうぞ。じゃんじゃん。ストレス発散方法。ストレス発散方法。はい、これなんか、あ、まずリーダーからいきますか。私ですか。ストレス発散方法、なんか僕聞いたことあるの、うん、なんかもうあとなくお金払ってガラスめっちゃパーンって割るところとかあるみたい。ボーリング場とかそういうところとかにもなんかあるねんって。知ってます？行ったことあるんですか？ないです。めっちゃ行きたい。でピストめっちゃ行きたい。そんなストレス溜まってる。違うよ。なんかピストルパーンとかも打てたりするとこあるみたいで、その施設内に。本物？本物なの？いや、わかんないです。本物なわけないですね。そんな情報知らないです。うん、本物やったらちょっとやばいです。そういうのあるみたい。なんか、ストレス、日頃のストレス発散を。なんかあります？ストレス溜まったことない。ストレス溜まったことない。お得様よ。ワンちゃん、ワンちゃん。あ、犬飼ってて。あ、ワンちゃん飼ってるんです。けど、いつか死にますよ。はい、どうぞ。Thank you。 怖いのかって時間差で。あ、ワンちゃんね、ペット癒されますね。わかるわ。帰ったらいるんでしょ。はい、待ってます。わかるわ。けど死んだらいないですよ。ちなみに僕はいや、僕はあのペットめっちゃ、もうほんま死んだんですけど3年、もうめっちゃ前ですよ。3年前がゴールデンレトリバー、家の中で飼ってて、もうやっぱむちゃくちゃ癒されます。どんだけ疲れて帰ってきても、しっこ思い切り振って、ガーッて言うだけ。ねえ、めちゃくちゃ癒され、わかりますわ。なんかありますか？私は一人映画に行きます。あー、いいですね。映画いいですね。ありますか？友達とめっちゃ喋る。あ、めっちゃ喋る。あ、女子らしいですね。将来めちゃくちゃ喋るおばちゃんになりますね。ならないです。ならない。ストレス発散。家にあのミニオンのぬいぐるみがあるんですけど、うん、それをもうかわいい、こうやって新しい。マジでミニオン宙に回してスレスレまでこう転生。ミニオン当たった負けみたいな。当たらなかったみたいな。落ちたみたいな。新しい発散方法。ウェー、これ面白いですね。素晴らしい。もう一個ぐらいいきますか。はい、お客さんになんか欲しいんですよね。一個引いてもらってお客さんに単語もらっていいですか、うん、難しいけど、これ今日出ましたっけ、お客さんから。出てない。あ、これもらわれへんかな。ちょっと行きましょう。
一番弾いてください。あ、はい、あ、じゃあ私弾きます。おい、ダン、せーのがブルと思ったんです。せーの、でございます。 A からのタノ、ちょっとお客さんからもらえないですか、どこのお二人さんとかどうですか。無理無理お客さんからもらうの、もらいたい。なんか A からしりとりで A が回ってきたらあ、駅。うわあ、ほう。駅。どういう話になるんですかこれ。駅は、まあ例えばあの天王寺とか、うん、駅、あの時代って進化していきますね。うん、この五年でいろんな駅も変わってきてみたいな。次行きましょう。なんかあります？エネルギーになるもの。エネルギーになるもの。あ、これいいの来ました。いいの来ました。エネルギーになるもの。日頃のなんかライブ活動とかでなんかおっしゃ頑張るぞって思える何か、そういう要素。日頃なんかおっしゃ私燃えるぜみたいな。やっぱり、自分たちにとって音楽活動とかこういうスターズの活動がやっぱり自分の今生きてる一番の生きがいなわけで、はいはい、で、まあ、一番最初は歌が大好きとか音楽が大好きとか、うん、やっぱり自分のやりたいことをやっぱりみんな目指して何かを始める人が多いと思うんですよ。あ、はい、でもやっぱり自分が楽しいだけやったらやっぱり波があるし、うん、例えば今歌いたい気分とか今はそういう気分じゃないとか絶対波があるんですけど、うん、それでもやっぱりこうやってライブ活動を続けてこれたりとか、うん、絶対頑張らない時期がないっていうのは、うん、ライブでやっぱり応援しに来てくれてる人がステージに立ったらいるとか、あとはライブが、うん、終わった時に今日も良かったよとかですね、うん、ちょっとこれ以上言ったらちょっとなんかそうですね。泣いてる。感動しました。いいこと言いますね。やっぱお客さん、ステージから見た時のお客さんが一番のエネルギー、それもめっちゃわかりますわ。素晴らしい。だからね、やっぱりもっと次はなんか、うん、もっとメッセージを届けてやろうとか、それが自分の次の目標になったりとか。熱い、うん、やっぱりそれが一番の現状。素晴らしいですね。皆さんそれしっかり受け取ってくださいね。なあ、いいアーティストでございます。お願いします。もう一個いけますか。これ何分から始まりましたっけ。あと1分ですね。あ、早っ早っ。呪術つなぎ言えないですけど、うん、言えたことないんですけど、あの次のアーティストさんにちょっと、はい、あります。質問ちょっとしてもらえます。その間にちょっと、今日はもうライブ終わりましたか。今日は終わりました、はい、今日は終わりましたか。どこでライブしてきましたか、はい。2つやりました。トイトイさん、あ、ガンツトイトイさん、はい、はい、ガンツトイトイさん。今後トイが一個足りない。ガンツトイトイトイさん、ライブさっきちょこっと聞いたんですけども、はい、リリースしたてということで。はい、そうなんですよ。いつ出たんですか。8月末にセカンドシングルでファイナルアンサーという曲をデジタルシングルで音で配信各社さんからリリースさせていただきました。はい、はい、それで皆さんぜひぜひ。何で、うん、デジタル配信っていうのは iTunes とかレコチョクさんとか、あとはね、皆さん最近使って LINE ミュージックとか、はいはいはい、うん、あとはYouTube、 スターズの、うん、YouTube チャンネルも持ってるので、うん、それでライブ動画とか視聴も聞けたりします。お願いします。あとライブハウスは決まっておりますか。はい、決まってます。いつですか。言っちゃっていい。10月1日に、246重曹さんで、スターズの自主イベントを行わせていただきます。で、事前予約がチケット必要なんですけど、事前予約してもらったら1000円で入れて、ドリンクチケットなしで入れるようになってます。で、毎回豪華商品の当たる抽選とかもやってて、で今回私と稲茂でダンス作品も出させていただくので、ぜひ初めての方も楽しんでいただけるイベントになっていると思うので、
たくさんの方に来ていただきたいです。はい、よろしくお願いします。おい、たくさん書いてもらってありがとうございます。まだでもありますよね、イベントの情報は。はい、あります。まだあるんですか。はい、10月14日の土曜日にルシアスビル1階のアベノエステージでも自主イベントが行われます。観覧無料なのでぜひぜひ来てください。お願いします。おい、それでは次、なおさんとやすみさんに質問。はい、デュデン。はい、ナオさん、お二人ともあの活動歴も長いと思うので、はいはい、こうずっと勢いを保ち続けて何年も活動し続けるのは秘訣とかを質問したいなと思います。聞いておきたいと思います。では皆さん、配信のこれ見てくれてる皆さん、ぜひ引き続きぜひ楽しんでもらえたらなと。で、あとこれ YouTube とかでもあの今後見れるようになりますので、ぜひぜひ見てもらえたらなと思います。よろしくお願いします。はい、そんなこんなでなんとなんと、もうエンディングというかもう終わりの時間です。ありがとうございます。はい、では今日は最後の最後までフィナーレまで超楽しいので、ぜひ思いっきり楽しんでってもらえたらなと思います。7組の上のゲストはスターズさんでした。ありがとうございます。